それが私たちの支えエネルギーになっているわけですけれども、そういった皆さんの期待に応えるべく、まずは今回の地元のそこで結果を残すように頑張っていきたいと思います。今年は国スポがあるからサガーリーナの試合があんまりその全部ホーム戦というわけにはなかなかならなかったんだけれども、あれ酒井監督、サガーリーナでこれまで何回負けました？全勝なんですよ。